江頭実は、日本の政治家、銀行員。熊本県菊池市長。熊本県菊池郡ワイフ町に生まれる。1972年3月、熊本県立菊池高等学校卒業。1976年3月、九州大学経済学部卒業。同年4月、富士銀行に入社。ドイツ、ニューヨーク、ロンドン、スイスなど、 主に海外部門に従事した。スイス富士銀行社長やロンドン支店長を歴任した。2009年1月、ソフトバンクに入社。2012年7月、同社を退職し、千葉県市原市から帰郷。2013年4月14日に行われた菊池市長選挙に出馬。元市議の北田明、元市議の2の分身現来2候補を破り初当選した。 投票率は65.22%。4月24日、市長就任。当日有権者数、4万1140人最終。投票率 65.、65.2%11 月23日、株式会社美少年を、菊池市立水源小学校跡地に誘致。2014年から10月10日、環境王国菊池農業生産基準を導入。 2016年4月14日、熊本地震により、市内各地で大きな被害が発生。災害対応の陣頭指式を取った。12月3日、第18回米食味分析鑑定コンクール、国際大会を開催。菊池米ブランド推進協議会の堀田秀臣氏が金賞を受賞。2017年4月9日、再選を果たす。当日有権者数。 4万897人、最終投票率 56.02%2021 年4月4日、無投票で参戦。ありがとうございます。